皆さんこんにちは、ひろはらかおりです。今日はフットスイッチレフトの使い方パート2です。フットスイッチよりこちらレフトを選び、グライドを選びましょう。グライドの設定ができるのはペダル鍵盤 1,2 を除く、上鍵盤 1,2、 リード 1,2、 下鍵盤 1,2 となります。すべての音群にこのようにグライドを設定することができるのですが、タイムは共通になるのでご注意ください。音程を半音下げる効果を得ることができます。ドの音、フットスイッチを倒すと半音下のシになります。フットスイッチを戻すと元々のドの音に戻る、このような効果をグライドの効果と呼んでいます。フットスイッチから足を離した時に音程が元に戻る速さを設定します。タイムが1の場合、5の場合、ロータリースピーカーとは、こちらのオルガンフルートボイスに対してトレモロのような効果をかけることができるこちらのボタン、これをフットスイッチによってオン・オフすることができます。こちらのスピードとは、ロータリースピーカーが回転するスピードを表してくれます。このぐらいの数字ですとこのようなうねりになるんですが、数字が上がるとスピードが速すぎて音がハウリングしたように聞こえてきます。逆に数字を下げると緩やかに音が波打っているように聞こえる、これをコントロールしてくれます。こちらのモードはロータリースピーカーのボタンがオフになっている時に使います。スローを選ぶとスピーカーの回転が遅くコーラスのような効果を得ることができます。ストップを選ぶとスピーカーの回転が停止しているような効果を得ることができます。いかがでしたか？グライドはセカンドエクスプレッションペダルのような効果を得ることができます。オルガンフルートボイスロータリースピーカーについては、カジュアルモデル、カスタムモデル、プロフェッショナルモデルでの活用になりますのでご注意ください。ありがとうございました。